2時前やん。早っ。時間が経つのは早いね。パはい、どうも。今日からお仕事パテモス協会でございます。今日はまるちゃんの癒し中華を作ってみました。2人前でございます。まあ、冷やし中華となんかっていうね、炭水化物の米とかってあんまり俺の中ではないんで、まあ、食うならおにぎりとかなっていうんでね。まあ今日はご飯抜きにしました。それでまあ混ぜますね。そこに入れてるんで、うん、ぐちょぐちょします。すいませんけども、こういう見た目は最初だけなんで混ぜさせてもらいます。で、氷を入れた分薄くなると思ったので力中華を少々足しております。マヨはなしです。はい、紅生姜とかではもっと良かったんですけど、ないです。はい、買い忘れたな。紅生姜皮も取っていくな、忘れてました。はい、まあ、とりあえず混ぜたんでいただきます。うん、うん、リピ決定。前も食べたかな。麺がうまい。麺にしっかりとコシがあり、非常に美味しい。コンビニの冷麺とかあるのに比べると全然違いますね。だからこれだからいいんですよね、わざわざ茹でるのは。あの、流水系ね、洗うだけのやつはね、麺にコシがないんですよ、悲しいことに。まああれもあれでチープな感じでうまいんですけど、やっぱりこれかな。ぶっちゃけこれで店に出ても OK ですよ。冷やし中華始めましたね。いっぱい500円ぐらい出してもいいんじゃない、これ。2人前からね、うん、これで文句言う人いないと思う。文句言わないでしょ。麺もバッチリやし、まあ500円ぐらいだったらリーズナブルですよね。自然とグッドになってますね、指が。うまいから。昔は前を見てたりとかするのも好きだったんですけど、最近はあんまりしつこくなるのも好きじゃないんで入れてませんね、冷麺には。たまに入れるとうまいけどね。錦糸卵だけちょっとね、作るのに火を使わないといけないんですけど、まあそれをなくせば茹でて切るだけなんで、お手軽かなと。そしてお安いし、多分200円じゃなかったかな。2人前、あんまりちょっと見てないですけど、絶対にこの流水タイプじゃなくて茹でる方を食べていただきたい。美味しい。茹で3分、うん、麺がドストライクです。おそらく去年も食ってて一緒のこと言ってるかもしれんな。うん、これはうまいわ。
ちなみに私ごまだれの方あんま好きじゃないんで買わないです。しゃぶしゃぶもごまだれ使わないタイプ。うん、男の人やったら2人前でちょうどいいかもしれんね。単品で来るなら。うん、うまかった。夏真っ只中な感じやった。とりあえずポテモス協会まるちゃんの冷し中華食べました。とっても美味しかったです。ということで、ごちそうさまでした。